そっか、お前死のうとしてるんだな。ええ。お前が死ぬことで残る1万人の妹たちが救われるって本気で？そうよ。私はこれからアクセラレーターのところに行く。私が割り込んで実験そのものを終わらせてやるわ。どいて。どかねえよ。あんた自分が何言ってるか分かってる？私が死ななきゃ1万人のシスターズが殺されんのよ。まさかクローンだから死んでも構わないって思ってるんじゃないでしょうね。あいつらが死んでもいい存在だなんて思わねえ。だからって何か他に方法があるってわけでもない。それでも嫌なんだ。そう、あんたは私を止めるのね。1万人のシスターズの命なんてどうでもいいって言うのね。私はあの子たちが傷つくのは見てられないの。だからこの手で救ってみせる。これが最後の通告よ。そこをどきなさい。あんたがどんな力を持ってるか未だにわからないけど、今日は負けるわけにはいかない。だからあんたも死ぬ気で拳を握りなさい。じゃないと本当に死ぬわよ。無抵抗でも私はあんたを撃ち抜く。戦わない。戦わない。バカじゃないの。私にはもうこの方法以外には道はないの。これはあんたの知ってる日常なんかじゃない。1万人以上の人間が簡単に殺されてる非日常の地獄なのよ。戦わないだなんてそんなひよった意見が通るはずないじゃない。それでも戦いたくない。戦えって言ってるのに。戦えって言ってんのよ。次は本気でぶち抜くわよ。戦う気があるなら拳を握れ。戦う気がないなら立ちふさがるな。半端な気持ちで人の願いを踏みにじってんじゃないわよ。あるかどうかもわかんねえけど、嫌なんだよ。お前が傷つくところなんて
見たくねえんだよ。なんでお前が死ななきゃいけないんだよ。どうして誰かが殺されなくちゃならないんだよ。そんなの納得できるはずねえだろ。助けて。助けてよ。うるさいのよ。私には今さらそんな言葉をかけてもらえるような資格はないんだから。仮に誰もが笑って誰もが望むそんな幸せな世界があったとして、そこに私の居場所はないんだから。お前だって気づいてんだろ。こんな方法じゃ誰も救われないってことくらい。たとえお前が死んで1万人のシスターズの命が助けられたとしたって、そんな方法で助けられてあいつらが感謝するとでも思ってんのか。うるさい。もう黙って戦いなさいよ。私はあんたが思ってるような善人じゃない。私はもう1万人以上の人間を殺したのよ。そんな悪党がこの世界で生きてていい理由なんか何もない。一体どうしてあんたはこんな悪党のために立ち上がってんのよ。悪党なんかじゃねえ。だったらなんで俺は生きてるんだよ。あんだけの電流浴びて普通の人間が生きてられるわけねえだろ。無意識に手加減してたんじゃねえのか。手加減？そんなはずない。私はあんたを殺す気だった。あんたが抵抗してこないって知ってて、それでも、それでも俺は殺せなかった。お前にとって自分の命で妹たちを助けることは最後の夢だったのかもしれないけど、結局はその夢を奪おうとした男さえ殺せないほど善人だったってだけじゃねえか。あの子たちを助けるにはもう私が死ぬしかないんだから。だからそれでいいじゃない。私一人が死んでそれでみんなが救われるならそれはとても素晴らしいことでしょ。そう思うならそこをどいてよ。どかない。今度の一撃をまともに食らったらあんたは絶対に生きられない。だから死にたくなければドキだ。